ボゾルグ・アラビーは、イラン・テヘラン出身の小説家、政治活動家。イラン共産党創立者の一人で、フンボルト大学ベルリンの教授を務めた。1904年2月2日、イランのテヘランに、商人の父、アボル・ハサン・アラビーのもとに6人兄弟のうち3番目の子として生まれる。1922年に、兄のモルテザと共に、ドイツのベルリンに留学し、1927年にイランへ帰国した。1934年、短編集、トランクを表す。その後は、マルクス主義を唱え、左翼活動を行ったため1937年に、アラビーを含む53人の同志と共に4年後の1941年まで、投獄された。なお、アラビーは投獄中の1941年に、牢獄のちり紙を表した。釈放後は、イラン共産党の結成に協力。また1942年に投獄中の記録、53人を表す。第二次世界大戦後は東ドイツに渡り、フンボルト大学ベルリンで文学の教授を務めた。1952年、長編小説、彼女の目。2019年6月2日閲覧。A.B. ボゾルグ・アラビーとは引くことバンク。2013年2月10日、閲覧。トゥーデトーとも。ありがとうございます。